はい、どうも皆さんこんにちは。本日もあつ森をやっていきましょうか。おブーケー、早速来たね。えへへ、今日も盛り上がっていこうね。金くれい、お話を。好きな人の部屋で音楽が流れているとしたら、どんなジャンルの音楽だと思う？ロック、クラシック、オルゴール。オルゴールはさすがにねえだろう。てかこれってジャンルなのか、まずそこですよね。まあロックとクラシックっていうね、かなり難しいジャンルを選択しなければいけないわけなんだけど、ロックはちょっとないかな。まあ消去法でここはクラシックか。オルゴールもちょっと違うからね。もしかしてシャボー、年上の相手が好みとか。クラシックって大人っぽいイメージやし。あ、そうなの。確かにその中ではオルゴールって大人っぽいよね。実はあたいもよく聞くんだよね。子守歌代わりだから最初の方しか聞いたことないけど。おい、お前さ、心の声出てるぞ。実はあたいもよく聞くんだよね。子守歌代わりだから最初の方しか聞いたことないけど。はい、まあそういったところで今日もあつ森をやっていきたいわけなんですが、皆さんアップデートに期待することって何ですか？もちろん今後も無料タイトルアップデートがこのあつ森で継続的に行われるわけなんですが、大体の方がたぬき商店改装、またはたぬきデパートの実装、そして喫茶ハトノスマスターの復活、この二つが大半を占めるのかなと思ってます。まあ確かにね、たぬき商店、あつ森が発売してから1年以上経つにもかかわらず未だにこの状態だからね。二階建てにすらならないから。まあ、多くの方が不満持たれてるんじゃないかなと思いますね。まだかよみたいな。さすがに遅すぎるだろうみたいな。まあ、そういったところで今挙げたのが2トップなんですが。じゃあ、残り一つはということで、今日はね、三大期待していたアップデについて語っていきたいと思います。はい、まあ、語っていきたいわけなんですけど、その前にまだチャンネル登録お済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもあつ森動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いします。で、本題に入っていきたいわけなんだけど、皆さんはどうすか？まあ、大体の方がたぬき商店改装と喫茶ハトノス、こちらを選ぶと思うので除外させていただいて、じゃあ残り一つはということで、まあここ最近ってか、待って待って、なんかさ、ブーケ怒ってなかった？うわ、お前めっちゃ怒ってるやん、どうした？はぁ、あたいだって一生懸命努力してるんだから、金くれい。わぁ、なんかあったの？めっちゃ怒ってるね。あたい歌もダンスも大好きだから、いつかトップアイドルになるために毎日いっぱい練習してるの。なのにバンタムちゃんは、アイドルは努力なんかしなくたって、生まれながらにアイドルだって言うのよ。あたいなんだかモヤモヤしちゃって、今をときめくアイドルたちだって、きっとたくさん努力してるはずよ、金くれい。なかなか極端やな、バンタムくん。そうだね。だけどさ、これはどうしたらいいの？ああ、そうだね。やっぱりそうだよね。シャボーに分かってもらえてほっとしたよ。バンダムちゃんの言ってることもなんとなく分かるけど、あたいは努力して夢をつかむって決めてるの。おお、なんかけなげていい子やな。で、話を戻したいんですが、じゃあ残り一つだということで、家を3階建て、アパート実装で住民枠15人、御島、サブ島、エイブル改築、ことぶき復活ツアー、こういった意見が他には多いのかなと思いますね。まあ、その中でもやっぱり多いのがサブ島とかなのかな。サブ島はかなり多いよね。まあ、これに関しては発売当初からずっと言われていて、サブ島いつ出るんだとか、有料ダウンロードコンテンツいつ出るんだみたいな、まあ、そういったこと言われてるわけなんですが、ただ現時点ではサブ島の実装の情報は出てないし、多分実装される可能性も低いんじゃないかなと思ってますね。ただ期待してたアップデか、難しいよな結構。ちなみに僕はね、サブ島か御島かな。サブ島か御島期待してたんだけど、ただ御島は改造が蔓延する恐れがあるから、まあ現実的に実装が難しいかなと思っていて諦めてたんだけど、サブ島ね、さすがに追加されると俺思ってたわ。まあ、別荘島かサブ島かどっちかわからないけど、ただ未だにね、実装されないっていうのがちょっとあれだよな。で、あとは家を3階建てか。まあ確かにね、今までの道盛りでは、家は2階建てでしたから、確かに最新作のあつ森で3階建てにすることができたら、なんかそれはそれで面白そうですもんね。あとはアパート実装で住民枠15人。アパート実装か。ま、いろいろ難しそうではあるけどね。まあ、アパートっていう建築物を作れるようになって、で、そこに住民が3人住めるようになるみたいな、そういった感じかな。けどま、ありえなくもないとは思うんだけど、ただなんか島の景観的にどうなのっていう、まあ、そういった話になりそうですけどね。
例えば1階に2人、2階に1人住むみたいな。ただまあ住民枠15人に関してはどうなんだろうな。まあ15人になったらなったで嬉しいんだけどさ、右下のマップ見ていただければわかると思いますが、結構窮屈なんですよ。だってさ、住民の家の他にも自分の家とか、あとはサブキャラの家とかで、エイブルとかたぬき商店とか博物館とかいろいろあるわけで、でここに新たに5つ家を追加されるっていうことは結構窮屈になるはずなんですよね。まあそれだったら島もね同時に拡張してもらわないと、まあいろいろ問題が発生するのかなと思いました。単純に狭くなるからな明らかに窮屈になるから、まあここに関しては何とも言えないところですね。ちなみに過去作品では住民枠って実は15人だったんですよ。いつの間にか10人になってましたが、昔は15人でした。懐かしいね。であとはエイブル改築2階建てか。まあエイブルに関しても飛び物の時はね、実はエイブルって2階建てだったんですよそうそう2階建てで、で2階にはカットリーヌの店があったんですよね。まあ今作はおそらくカットリーヌ出ることっていうのはないと思うんですが、確かにエイブル2階建てに改築で、でよくねここに靴屋のシャンクがやってくると思うんですよ。でシャンクってさ、もともと独立した靴屋だったんだよね、昔の作品では。ただ今作ではなぜか行商に成り下がってるっていう状態なんで、まあエイブル改築で2階にシャンクの靴屋でも、まあ、全然いいんじゃないかなと思いますね。っていうかさ、それって自然な流れだから普通に実装ありえそうな感じがするんだけど、ただ厚森発売してから1年経って未だにねシャンクのワードすら出ないっていうことを考えると、まあ2階建てになることは難しいのかな。まあ島の景観的には1階建ての方がおしゃれな感じがするから、まあこのままでいいっちゃいいんだけど、ただやっぱりね施設関連のアップグレード期待してる人は、まあ、結構多いのかなと思いました。で次ことぶき復活ことぶきってさ地味に人気ありますよね。そう地味に人気あるんですよ。多分ねことぶきアンチっていないんじゃないかな。ことぶき嫌いだぜ嫌だあいつみたいな、多分ねほとんどの方が好きだと思うんですよね、あのキャラ。まあ復活したら復活したで絶対盛り上がると思うから若干期待してますね。まあネット上ではことぶき死亡説っていうのが囁かれてますが、ただ亡くなったっていうのは確定してないんで、もしかするとどこかで生きてる可能性ありますよ。ただね飛び物の時点で結構ヨボヨボだったから若干不安ではありますけどね、生きてるかなみたいな。まあことぶき復活か、まあワンチャンね恩島が復活したらことぶきも出る可能性あるけど、ただまあ現状恩島が追加される可能性少ないから、まあ、難しいんじゃないかなと思います。あとはツアーか。昔さツアーってかなり不人気だったんですよ。おもんない飽きたつまらないワンパターンみたいな、なんかいろいろ言われてたわけなんだけど、ここに来てネット上ではツアー待望論が話題になってますね。まあ、なんで話題になってるかというと、まあ、単純で集まれ動物森ってオンラインが充実してるじゃないですか。でみんなで集まって楽しむみたいな、そういったゲームだと思うんですよ。でみんなで集まるのはいいんだけど、ただやることがないと、とにかくやることがない。まあ、家具交換とかチャットとか、まあ、そういったことはできるんだけど、逆に言うと島クリすらすることができないから、やれることも制限されてしまうんですよね。なので集まりこそツアーみたいなミニゲームで盛り上げることができるんじゃないかということが今言われてますね。確かにさ今作って8人まで通信することができるから、8人でツアーすることができたら絶対ね盛り上がると思うんですよね。地味に僕も復活してほしい機能ですね。ズバリおめえの好きなもんを一つ当ててやるよ。ケロケロケロッピーなセットアップ、どうだ当たってんだろ。おめえしょっちゅう来てるからな。いやそんなことはないよバンダムくん、結構バンダムくんずれてること言うからな。はい、ということで本日は3大期待していたアップで、本日はこちらについてお話をさせていただきました。もしよろしければ皆さんもコメントにこれを追加してほしい、これを改善してほしい、そういったことを書いていただければすごく嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後にチャンネル登録もよろしくお願いします。